国軍機、ツトム司令部は、大韓民国国軍の軍事情報の収集と、防衛用などを担当する大韓民国国防部直属で設置された情報部隊である。2018年9月1日に、ムンジェイン大統領が、機、ツトム司令部を解体し、新たに軍事安保支援司令部が編成された。1979年から1980年まで、保安司令官を務めた。 全都間1948年5月27日に南朝鮮国防警備隊に設置された特別調査課を母体として1948年に大韓民国が建国され設置された陸軍本部情報局特別調査隊に改編された1949年に防雨用隊に改編され朝鮮戦争勃発後の1950年には情報局から独立し 陸軍本部直属の特務部隊に改編された。越権と戦王などが問題となって4月革命後の1960年に防雨用部隊に改称された。1968年に陸軍保安司令部に改編された。1977年に大韓民国海軍と大韓民国空軍の防雨用部隊と陸軍保安司令部を統合して国家保安司令部が発足した。 1977年に、牧政紀大統領が暗殺されると、全都間保安司令官ら新軍部勢力は、保安司令部を使い、政権掌握のため1979年に、祝軍クーデターを主導し、軍の実権を掌握した。1980年に5.17非常階限令、拡大措置を実施し、軍政への移行を進めた。そのため保安司令部は、 全都官政権を作った行進と言われた。1990年に軍のクーデターに反対する民間人を不正に査察していたことをユンソ・ソギャン・二ト兵が暴露した。これを受ける大愚大統領は熊佐海司令官を更迭し、翌1991年に国軍機、ツトム司令部へ解消し、民間人の調査中断を約束した。キつトム司令部は、 陸軍保安司令部時代からソウル小6にある慶福宮の近くにあったが、2008年に景気道化川市に転し、跡地には国立現代美術館総旅館が開館した。2014年に発生したセホレ号沈没事故で世論の人生化のために遺族などを監視していたことが発覚したことや、2016年に槿恵大統領の弾劾が行われた際に、 弾劾阻止のため戒厳令布告を準備したことが発覚した。具体的には、僕槿恵大統領の退陣を求める集会に戦車を投入する計画や、インターネットでの世論工作、さらに反政府的活動をした議員の逮捕や、報道機関に検閲団を送り込み報道内容を検閲する計画の資料も公開され、批判を浴びた。 このような不祥事が続いたため2018年9月1日に、ムンジェイン大統領は、国軍機、ツトム司令部を解体し、新たに、軍事安保支援司令部を発足させた。キツトム司令部第43代司令官、リスズ9中将。キツトム司令部第42代司令官、長剣戦中将。キツトム司令部第39代司令官、ハイトク職中将。 1960年6月29日、a b ニオンキッツとムシレーブスキャンダルを、日報2013年11月2日、キッツとムシレーブなくし、軍事安保支援司令部創設、9月1日スタート、目標ハンギョレ2018年8月6日日韓、レーダー照射問題の背後にある、韓国政治の闇ザクザクに2019年1月7日大統領府が、 改元文書を公開。報道国会の統制計画も網ーとは。日に2018年7月21日。軍事安保支援司令部の創設指揮機。ストム司令部を解体。KBS ワールド2018年9月1日。社説、常識を外れた。国軍機。ストム司令部の改元文書イコール韓国中央。日に2018年7月21日。軍情報部隊の機。スとム司令部解体。 軍事安保支援司令部創設へ、イコール、韓国連合ニュース2018年8月6日期、つとむし、幹部、横領、未成年者性売買隠蔽ハンギョレ2012年9月13日、キつとむ司令部、2014年地方選挙の勝利ために、セウォール語遺族監視を計画ハンギョレ2019年4月6日。ありがとうございます。